光明寺は、神奈川県横浜市南区下野江台にある浄土宗の寺院である。三号を吉祥山と称する。本尊は、阿弥陀如来。市内関税音33書霊場の10番霊場。明治11年10月、鎌倉の光明寺教会所として建立されたもので、鎌倉光明寺の98世住職である、香里誉れ元神商人が、 石川町七丁目に存在した、本尊聖観音を安置する観音堂を継承し、土帝である二層、のせみに事務を取らせ、観音校舎を結び、布教に努めたことが始まりである。その後、明治18年、吉田建造の所有地である、大田初根町の山手に移転したが、町域の発展により、明治21年、吉田建造の勧めで、 さらに現在地である南大田町1296番地に、間口9県、奥行き6県の本堂を移転し、同年11月17日に、開道式を行った。明治32年3月27日、鎌倉孔明寺の出寺である、宮下春たちは、長谷観音が別等であった、次元人の名席を移し、三号としては、大旦那である、吉田健造。 上郎ろみゆき八の頭文字を合わせて、吉祥山として、改めて一時とし、神奈川県庁から、自業交渉の認可が降りたという。これにより、春たちが、解散第一世とされている。明治44年4月25日、本堂が落計し、東京の増上寺の科学院所蔵の阿弥陀如来並びに、両脇寺フッツを寄贈されている。従来の栗は民家を買収したものであり、 間取りが不十分であったため、書院としての定裁を整えるべく、大正5年、すべて基礎の日の機材で建造した2階作りの15の、まかずの1家屋を、当時の金額で、経費1万5千円余りを追やして、静岡県より蓄している。大正10年11月15日には、第一次世界大戦における死傷者を追悼するために、交渉を新たに鋳造し、墓地1500坪を購入している。 二年後の関東大震災では、諸院、栗、主郎が倒壊し、本堂は傾斜してしまったため、諸院は、同震災で倒壊した、小田原の御用邸の一部を払い下げを受けて、移築されている。このほか、境内に、大田古墳の石踏み並びに、牛の石踏みが存在する。地元院解散、名誉れ善吉城さ中高解散、ただし誉れ春立大僧場、本山である、 鎌倉孔明寺の105世住職に就任、3年後の6月24日、1 0九十四94歳清掃上心誉れ沈み2月20日没、80歳、清掃上円誉れ沈り、白畑健介。ありがとうございます。